実際まあその時のことがね、今でもずっと星野監督と落合監督はその後もあまり良くない、関係良くないんじゃないかって話がついてる。実際どうだったんですか？実際だって話する接点ってそうはないもん、監督と選手っていうのは。だから仲いいも悪いも関係ないんじゃないか。仲は悪くないの。別に俺誰と喧嘩するってことはないから、平和主義者だから。だから周りで誰と誰がもう喧嘩してるとか仲悪いとかって言うけども、俺実際そういう付き合いしたことないもん。物静かであんまり反応がないのよね。だからちょっとちょっかい出したくなるかなっていうのはあるかもね。性格的におとなしいのよ。どうかオレリオチャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。